次に中山純一議員。中山議員。はい、無所属中山です。時間が足りないので次々といきたいと思います。まず議案99号、大原睦美の里と月の木についてです。括弧1は、先ほどありましたので割愛します。括弧2、職員の雇用について、職員数は割愛してですね、就労移行支援事業の廃止に伴う職員の雇用継続の見通しについてお示しください。続いて97号グリーンヒル浦和、先ほどからたくさん出ておりますが、それと98号の4カ所の高齢者デイサービスセンターについてです。いずれも昨年11月22日の都市経営戦略会議で廃止の方針を決めているということです。そこで括弧1、それぞれの施設の廃止を都市経営戦略会議に諮るまでの経緯について伺います。丸1、所轄や他部局を含め、庁内でどのような検討がなされ、都市経営戦略会議に諮ることになったのでしょうか。丸2、グリーンヒル浦和については、指定管理事業者との検討があったというご答弁が先ほどありましたが、他の4施設はいかがでしたでしょうか。そしてその検討があった場合、どんな内容だったのでしょうか。丸3、グリーンヒル浦和は先ほどご答弁ありました、検討段階で利用者に対する情報提供などはなかったとのことでした。他の4施設ではいかがでしたでしょうか。この3点についてお示しください。次に括弧2、98号の4施設について、2月定例会での保健福祉委員会への報告では、現在の指定管理事業者との意向によっては、事業継続の可能性もあるということでしたが、丸1、その後の事業者との協議の進捗について、丸2、今の事業者による継続ができない場合に、他の事業者に引き継ぐという可能性はあるのか、この2点を教えてください。次に括弧3、97号、98号、5つの施設の職員の雇用についてです。職員の数は割愛いたしまして、次の施設の廃止に伴う雇用継続の見通しと、雇用が継続できない場合、市としてどのように対応するのか、先ほどグリーンヒル浦和についてはありましたが、他の施設についてはいかがでしょうか。そして、括弧4、グリーンヒル浦和についてです。今議会に廃止について、私、今議会に廃止について早急には結論を出さないでくださいという趣旨の請願を出していますが、他にも署名を集めている方や要望書を提出された方がいるなど、多くの利用者や家族、関係者に不安が高まっているようです。戦略会議で廃止の方針を決定する際に、留意すべきこととして、利用者に不安を与えないよう、介護老人保健施設については、他施設等への転所調整を丁寧かつ迅速に実施すること、ケアハウスについては、入居者の移転先に関する意向を踏まえ、円滑に移転を進めることができるよう、専任相談員を設置するなど、入居者に寄り添った移転支援策を検討することといったことが挙げられていったと思います。しかし、今、多くの方が不安を抱えている現状があります。廃止の方針を決定する際に、利用者の説明や相談がなかったことから、利用者は突然、廃止を突きつけられることになり、不安とともに不信感も募らせることになってしまっているのではないでしょうか。そこで伺います。利用者に不安を与えてしまったことは申し訳なかったとのご答弁がありましたが、今後、スムーズに廃止に向かっていくためには、その不安や不信感を解消していくことが非常に重要かと思います。それをどのように進めていくのか、関係の皆さんが安心できるよう、なるべく具体的にお示しください。最後に106号について、廃止となる下記展示室と温室と下記集荷施設、それぞれの施設の内容とこれまでの利用の状況、それらを廃止することによって、どんな方にどのような影響があり、それに対してどのように対応されるのか、以上2点を教えてください。福祉局長。
中山純一議員の議案第99号に対するご質疑についてお答えいたします。まず廃止後の同一法人内のですね、他の福祉施設等への移動、職員の方についてですけれども、廃止後につきましては、同一法人内の他の福祉施設等への移動によりまして、雇用が継続されると伺っているところでございます。本日といたしましても、指定管理者の雇用継続につきましては、注視してまいりたいと考えております。続きまして、議案第97号および議案第98号に関するご質疑についてお答えさせていただきます。まず廃止を決める都市計戦略会議までの経緯でございますけれども、町内での他部局を含む検討の経緯についてですが、平成5年、先ほど申しましたとおり、平成5年の開設いたしましたグリーンヒル裏につきましては、平成29年度中規模修繕に向けた調査検討業務を実施いたしまして、当施設につきましては、入所施設であることから、休館しての工事が難しいということで、いながらの工事を実施する前提で検討を行ったところでございます。約22億円の工事費と4年程度の工期を要するという結果を得まして、調査結果を踏まえた関係機関、関係部署との協議をした結果、長期の工期による受託事業者が見込めないことから、中規模修繕工事につきましては見送りをさせていただきまして、老朽化した箇所をその都度修繕しているところでございます。また、介護保険制度開始以降、民間事業所の参入が進むなど、社会的にも整備が進んでいる状況も踏まえまして、グリーンヒル浦和および公設老人デイサービスセンターの存続、廃止も含めたサービス提供体制の見直しを進めてまいりました。次に指定管理事業者との話し合いでございますけれども、調整については、都市計戦略会議に諮るまで、検討過程におきまして、指定管理者の法人本部と意見交換を行ってまいりました。町内での検討および指定管理者との意見交換、この結果を踏まえまして、廃止の方向を導き出したものでございます。次に利用者の情報提供でございますけれども、意向確認、相談などについてですが、施設職員や施設利用者への情報提供、意向確認の相談につきましては、今後の方向性が定まらない状況でお伝えすることは、長期間、いたずらに不安を与えてしまうことになることから、方針決定の前に実施をして、方針決定前に実施はしていないところでございます。続きまして、括弧2の高齢者デイサービスセンターの事業継続の可能性についてでございますが、高齢者デイサービスセンターの指定管理者との協議の進捗状況につきましては、まずは大里デイサービスセンター、上峰デイサービスセンター、与野小町デイサービスセンターの指定管理者につきましては、事業継承の意向をいただいているところでございます。今後、具体的な契約内容や手続きにつきまして、協議を進めてまいります。なお、月の木デイサービスセンターの指定管理者からは、事業撤退の意向を示されているところでございまして、廃止後は老人福祉センター築地園の所出としての活用を検討しているところでございます。指定管理者以外の事業者による事業継承についてでございますけれども、見直し対象施設はこれまで公募による指定管理者の募集を行ってきたところでございますけれども、直近10年におきまして、現指定管理者以外の事業者からの応募がない状況でございます。このため指定管理料がなくなる施設の事業継承を希望する事業者が新規参入することは可能性といたしまして、極めて低いものと考えております。次に、括弧3、ご施設の廃止後の職員の雇用についてでございますけれども、雇用継続の見通しにつきましては、事業継承となる大里デイサービスセンター、上峰デイサービスセンター、与野本町デイサービスセンターにつきましては、雇用が継続されるものと考えております。一方、事業を終了いたしますグリーンヒル浦和月の木デイサービスセンターにつきましては、いずれもさいたま市社会福祉事業団が管理、運営を行っておりますので、法人に残留を希望する方の意思につきましては、尊重させていただきまして、可能な限り継続雇用するなど、丁寧に対応していくと伺っているところでございます。今後も社会福祉事業団の状況を注視しながら、市としてもできるだけの協力をしてまいります。最後に、括弧4のグリーンヒル浦和の利用者の不安に対する対応についてでございますが、今回、市の廃止方針の決定に対しまして、利用者の皆様が抱いている不安を一日も早く解消することが重要であるかと考えています。
そのため、個別相談などを行いながら、一人一人を寄り添って、それぞれの意思をしっかりと伺い、転所に向け、支援を最後まで責任を持って行ってまいります。経済局長。中山純一議員の議案第106号に対するご質疑について順次お答えをいたします。まず括弧1、下記展示温室と下記集荷施設の施設内容とこれまでの利用状況についてお答えをいたします。下記展示温室につきましては、大温室、中温室、小温室の3棟の温室と管理棟から構成され、昭和49年から昭和52年にかけて建設された施設でございます。令和5年度は年間12,570名の方にご来館をいただきました。また、夏季集荷施設につきましては、地域の農業団体に対し、柿類の共同出荷場所としてご利用いただくほか、柿類の展示会場としてご利用いただいており、令和5年度の利用実績は18件となっております。次に、括弧に、廃止による利用者への影響と対応についてお答えをいたします。夏季集荷施設を利用した柿類の共同出荷作業につきましては、周辺道路工事による影響もあることから、利用団体と相談の結果、すでに昨年度中から代替場所でのご利用をお願いしており、今後も継続してご利用いただく予定となってございます。また、柿類の展示会でのご利用につきましては、利用者の意向を丁寧に確認しながら、農業者やトレーニングセンター本館や、近隣の公共施設などをご案内してまいります。柿類展示温室は廃止となりますが、新たに整備される括弧仮称さいたま市農業交流公園におきまして、花、緑、農など自然と触れ合える場を創出してまいりますので、来園者や利用者の皆様につきましては時間をかけて十分に周知を図ってまいりたいと考えております。以上で中山純一議員の質疑は終了いたしました。